C、レーマン不連続面レーマン不連続面は、デンマークの地震学者であるインゲレーマンによって発見された不連続面のことで、地球のマントル内部と核内部の2カ所に存在する。地球における地表近くの3つの構造地域での地震 S 波の速度のグラフ1953年からの数年間、レーマンは、モーリス・ユーイングやフランク・プレスと協力して、 地球の地殻とマントルを研究した際に、地表からの深さが220プラスマイナス30キロメートルのところで地震波の速さが増大することを発見した。この発見について、アメリカの地球科学者、フランシス・バーチは、レーマン・不連続面は、コンピューターで、いくら計算しても到底かなわない、まるで魔法使いのような達人が、 地震の記録を厳密に精査することで発見されたと語っている。レーマン不連続面は通常海の下ではなく大陸の下の方で観測されることが多く、世界的平均の研究では容易に現れることが少ない。地震の観測網が整備されていくと、これまでは地震波は全く届かないと思われていた、シャドウゾーンにも弱い地震波があると観測され始める。 レーマンは1936年に感度の良い地震計で地震波の反射を観測することによって外角と内角の境界を発見した。彼女が観測結果から推測した内角の半径は 1400km で、現在広く受け入れられている 1221km に非常に近い値だった。なお、この値を地表からの深さに換算すると 5100km となる。 また、レーマン面での地震波は、グーテンベルグ面と逆の屈折をして、シャドウゾーンに出る経路を取る。ありがとうございます。